皆様、おはようございます。もぐもぐみだ。今日は、王の趣味に関してお話をしてみたいと思います。じゃあ、まあ、皆さんもご存知のように、朝鮮の王様は、まあ、過労仕事の量がすごかったんですね。そして、睡眠不足。まあ、それで自然に睡眠不足になるでしょう。で、ストレス。 家臣もそうだし、家族もそうだし、いろいろ問題があったんですよね。毒殺脅威あ。いつも食事とかに毒が漏られているのかわからない状態の人生でしたね。それとクーデター。まあ、いつクーデターが起こるかわからない。で、プライバシーもなし。 夜の営みすら、家臣たちが見ている中でやらないといけないというとってもストレスまみれの人生でしたね。こういった朝鮮の王様ってどうやってストレスを発散したんでしょうか じゃあ、一旦基本的には食事でストレスを解消したそうですよね。なので、睡眠も取れないので、せめて体力とかストレス発散のために美味しいものをいっぱい食べる。それで有名なのが四大王のセジョン大王ですよね。肉がないとご飯を食べないというぐらい肉大好きだったらしいんですよね。もちろん、この食事でストレス発散もできると思いますが、これだけでは物足りない気がしますよね。なので、今日は 朝鮮の王様はどうやってストレス発散をしたのか少し見てみたいと思います。じゃあまず初代王の手上尊敬ですが、まあ、いろんなドラマで見てるように土地家といったらすごい武人ですよね。なので実際最初の趣味は弓が大好きだったらしいですね。実際は弓でとても有名な王でもありますし。 ただ、この手上イソンゲが晩年になりますと、なぜかしらお花が大好きになってガーデニングに夢中になってたらしいですよ。なので、これは他の家臣たちが見てもおかしいと思うぐらいお花とかにとっても興味を持ってたそうですよね。イメージとちょっと合わないけれども、お花が大好きだったらしいです。 その後は五代用の文章も紹介してみたいと思いますが、まあ、病弱でちょっと早く亡くなったイメージがありますが、意外と文章は武器が大好きだったんですよ。どれほどかといったら、ファチャという武器も王様は直々に設計までやって開発までしたらしいですよね。このファチャという武器は朝鮮を代表する武器で、中国に比べて人の数も少ない朝鮮にとっては一発で 敵を複数倒せるような朝鮮にちょうどいい武器だったんですね。文尊は武器が大好きでした。あその後、帝山軍の忠尊なんですけれども、意外と忠尊はダンスが大好きだったらしいですよ。なので、かなり踊ったりとかしてたらしいんですけれども、ただ、家臣たちが忠尊が踊っていると、四山軍ですかおやめくださいという意見が多かったので、えー結 結局途中からら踊れなくなくったらしいですよ、ね、いやこのステレス発散のために踊りたいのにそれもできないっていう家臣たちがちょっとひどいと思いますよね。 で、その後、尊女なんですけれども、尊女は書道、書道が大好きだったんですよ。えー、一応、ちょっと皆さんに一つお詫びしたいのが、以前の動画で尊女が朝鮮の王の中で一番文字が汚かったと説明したことがありますが、大変申し訳ございません。私が間違って覚えてたようで、尊女と院女の文字が朝鮮で一番綺麗だったんですね。えー、大変失礼いたしました。じゃあ、一旦その綺麗な文字を見ていきましょう。ハングルの場合 場合はこんな感じだったそうですねあとても綺麗な文字ですねで。漢字の場合は私より皆さんの方がご存知だと思いますがこういった筆跡だったそうですね。ちなみに尊上が書いた文字は中国でも大人気で中国からお客さんが来た場合は必ずプレゼントでもらいたいと言ったそうですよね。 じゃあ、その後、19代王のスクチョン、トギの王様ですね。スクチョンの場合は意外なんですが、猫が大好きだったらしいですよ。実際、祝ンが猫大好きだった記録が多いので、いずれかこれだけ編集して、皆さんに動画で紹介したいと思いますので、今日は簡単に説明しますが、猫が大好きだったらしいですね。えー、トギの王様イメージとしては、あ、なるほどと思うんですが、手バックのスクチョンのイメージでは、まさかのというイメージなんですよね。まあとにかく これは後に詳しくまた皆さんに紹介しますじゃその後22代用の情状なんですけれどもイメージと違ってお酒とタバコが大好きだった王ですよね 実際、現代の韓国のスウォンにも、長女がお酒を飲んでいる銅像があるぐらいなんですね。で、家臣にはお酒をお勧めして、民衆にはタバコをお勧めする。まあ、今だったら本当にあの人気のない王になると思いますが、まあ、とにかく長女はこれが大好きだったんですね。で、特に家臣たちに酒を飲ませる。あ会社にしたら本当に嫌な上司なんですけれども、その家臣たちに飲ませた酒のコップが、まあ、皆さん右下にある写真 のよような筆箱ででお酒をいいいっぱい入れて飲ませたらしいんですよねちょっと皆さんがわかりやすくするためにスマートフォンで比較してるんですけれどもこんなに大きい筆箱にお酒をいっぱい入れて何倍も飲ませて本当に家臣みんなを酔いつぶれさせたらしいんですよね本当に悪趣味な王だったんですね。 で、その後、24代の本庄見てみると、本庄は意外と印鑑好きでお、いろんな印鑑を集めてたらしいんですよ。で、押してみたら、えー、ちょっと面白い模様の印鑑が大好きだったようで、実際この本庄が印鑑を集めていたコレクターボックスと言いますかね。これが今でも博物館に残っていますので、皆さん韓国いらっしゃることになったら、ちょっと見てみてくださいね。 じゃあ、26代用の五条なんですが、コーヒー大好きだったんですね。趣味はコーヒーでした。実際、えー、ちょっと歴史になりますけれども、あちょっと日本から一時期逃げて、ロシアの大使館に逃げたことがありますけれども、その時に、えー、ロシアの人からコーヒーを飲んでみてて誘われて飲んで、朝鮮初コーヒーを飲んだ人としても広くされています。その後からコーヒーにはまっちゃって、まあ、お城の中にカーフェを作るなどをして、実際特撮され れるところだった時にもコーヒーの香りと味で気づくぐらい、えー、すごくコーヒーマニアだったそうです。 この古城の息子、スンジョンの場合は、ビリヤードが好きだったんですね。じゃあどういったことかちょっと見ていきましょう。えー、スンジョンは体が弱かったので屋外運動は嫌だと言ってて、その時に家臣だったイワニョンが室内運動で良いのがありますと言ってお勧めしたのがこのビリヤードだったらしいですね。その後このスンジョンがビリヤードにはまっちゃって、月曜日と木曜日はビリヤードの日にしてからですね、この時は日本人も招待して、 一緒に楽しんでたそうです。じゃあま一通り見た感じなんですけれども、少し面白いお話があって紹介したいと思います。21代王の4条なんですけれども、4条は小説が大好きだったんですよ。特にその中で三国志が好きだったそうですが。 ちなみにですけど、中四代王の孫女も遺産国史が大好きだったらしいですね。え、孫女の場合は、ある日、家臣に遺産国史の話をしたら、家臣にすごく怒られたらしいんですね。そういった雑な小説見るんじゃなくて、勉強頑張りなさいってことで。ただ、四女時代になると、四女の王権が強かったのか、まあ家臣たちは特に反対した記録はなくて、えむしろ、四女は自分が小説用のも好きだったけれども、まあ、眠れない時とかは、 自分が眠れるまで呼んでもらったらしいんですよね。 ただここでヨンジョがまた面白いお話がありまして、ヨンジョの息子、サドセジャも小説が大好きだったんですよ。そしたら二人に共通点があって話し合ったらいいのに、ヨンジョはそういったハレンチな小説なんか読むからアホなんだと言って、むしろいつも怒ってたらしいんですよ。自分が読んでるのに息子はダメということだったんですよね。えー、そのせいかわかりませんが、ジンジョは 特徴が好きにもかかわらず、諸説は大嫌いだったらしいですね。なので、家臣とかが諸説を読んでたら首にするぐらいとっても軽蔑するほど嫌だったらしいんですね。おそらく私の予想なんですけれども、えー、お父さんの諸説の趣味すら許してくれなかった4女。 に対する反発心理と、で、結局、長女も自分自身が次の王になるため、洋女に気に入ってもらうために、小説は読めなかったと思いますね。それのトラウマじゃないかなと予想してみます。 じゃあ今日はここまでです。王様ってどうやってスレス発散したのか気になったことありますよね。じゃあ次は朝鮮の普通の民主はどういった感じで娯楽を楽しんでたんでしょうか。それを来週水曜日皆さんに紹介したいと思います。今日も聞いてくれて、여러분ちんちゃちんちゃごまわよ。あんにょーん。